こんにちは、ヒレヤスです。今回は血のソーセージのスープをいただいてきました。鶴橋の駅前にある、韓国料理のおいそさんに、行ってきました。でそちらでですね、血のソーセージのスープをいただいてきました。この血のソーセージっていうのは、スンデというあの韓国料理になるんですけども、あの韓国では、ポピュラーな、料理となっております。それのね、あのスープがいただけるということで、早速食べてきました。想像してたそれよりはだいぶ食べやすい、はい、なんかもっともち米なんか、うん、もうちょっと荒っぽい、うん、もうちょっと粗いもち米入ってる、はい、ホルモンの方ですね、風味は。そうですね、これが面白い。それ以外は肉みたいなのがあってますね。あ、これホルモンじゃないですか。ホルモンじゃないですか。はい、ですか。ハチみたいなホルモン。あ、ホルモン。うん。毎日食べないですけどね、たまにその、なんか、ハンバーグ食べたいとか、なんかステーキ食べたいっていう時の、はい、それがね、あかん料理だったっていう感じですね。それで、確かに、なんか、なんかね、けど、たまに食べたいのになっていう。1年に1回やった。そうね。結構これ、多分ホルモン好きな人は好きかも。日本人ではね、そんなに合う味じゃないんでね、一回ハマるとなんか好きになる感じの感じですね、これ。韓国の何でも市場でその、はい、通りにそのお店がいっぱいあるんですけど、はい、で結構韓国の女の子ね、まだ何も考えてないんですけど、ちょっとチャンネルもうちょっとちゃんとやりたいですね。はい。去年はまあちょっと勢いでまあなんとか1000人来ましたけど、はい、ちょっと伸び悩んでるんで、はい、もうちょっとなんかあのなんかね、結構やっぱりいろいろ組み合わせっていうのはやったりする、うん、なんかショート動画とかもやっぱりなんか。コマーシャル的な使い方をするのがいい。そ
ことがやっと最近よく見られるようになったので、意外にホルモン多いですけど、なんか結構思ってたより肉肉しい。もうちょっとその住んでとはこうは確かにね、ニラ的な感じなのかなと思って、はい、こういうジャンルがあるんですよね、はい、こういうスンデっていうか、スープっていうかこういう感じなんですよね、なんかホルモンスープで、うん、この店のなんかオリジナルでスンデをスープにしてるのかなって言ったら、うん、ホルモンなるみたいな感じですね。そのローカルの料理とかっていうのが、はい、結構日本でも食べられるようになってきましたからね。どうなんですか、それは昔から一緒の調子しますけど、うん、あれ本当住んでて知らなくて、まあ、たまたまいつものその立ち飲みイタリアのコリアンのとこ行った時に、住んでって何ですかって聞いて、住んでってこんなんやねって言われて、はい、これ次見たら食べようと思ったんだけど、ね、ああ、なるほど、結構甘い人になってますよね。香港飯店と紫金城を一緒くたに最初見たときに。